はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3のね、まあパートじゃないんですけど、あのね、前回前々回キングスペディオがあのね、スクエニからの資格から配信されたというね感じで、自分270戦やって入ってきたんですけど、あれはもしかしたらガセなんじゃないかと、誰かが改造して、でそれをね、自分の例えばね、まあ、キャラクターにくっつけてるのかどうしてるのかわかんないですけど、まあその方とすれ違い対戦で戦闘すると、勝手にすれ違いでその方と一緒に、あの何々さんと一緒についてきたよって感じで、あの自分の場合だったら戦闘になったんですね、キングスペディオ。それでキングスペディオの動画を出して、戦って入手して、まあそのスキルもまだ出てないモンスターとか、まあそういう話なんですね。なんで真偽がどうかわかんないんですね、自分実は。なのでこれ、もしかして誰かがその改造してるのを配信してるのであれば、もう相当数のやっぱりやり込んでる方なら、やり込むほどもう何十人も会ってるんじゃないかなと。で自分もあの後通信対戦やったんですけど、もう3人ぐらい会ってるんですね、キングスペディオを持ってる方ね。で配信してる方もいるし、配信されたんかなと。で今日聞いたので、まあ今日っていうかもう日付変わったんで昨日かな、昨日聞いたので、まあ、これが公式発表あるかないか分かりませんけど、まあ、そのキングスペディオがあることにより、そのキングスペディオとね、レティスを配合して、新潮レティスで、新潮レティスとジョーカーを配合してラーミアとかね、まあそこの配合理論は図鑑にこれは書いてるんで分かるんですけど、まあ、そのキングスペディオ自体がなんか公式じゃないっていうね、噂が回ってるんですね。なんで自分ももう調べようがなくて、もう意見が真っ二つなんですよ。いろんな人に聞いても、はい、飽きてますよ、自分も来ましたよ、配信されてますよっていう人もいたり、配信されてませんよっていう人もいるので、ちょっと真偽がわからないので、なのでね、まあ改造なんかどうかはね、よくわかりませんけど、それだったらね、ゲームをやるのが恐ろしくなりますよね。でね、通信対戦とかね、できなくなっちゃいますよね。それですれ違っちゃったら、だってそのスクエニの資格来ちゃうので、あ、配信されたんだってすごいぬか喜びですよね、自分の場合。なので、まあ、配信者の方も結構持ってる方がいて、もう動画も出してる方も相当いるので、まあ真偽は絶対わからないですよね、これ。でいわば、まあそうなったとしたら被害者なんで、まあそういう人間がね、公式じゃないですよって言ったら、そういう人間がいっぱい出てきちゃいますよね。自分も入ったのに、じゃあどうするんですかと。そして図鑑でもう自分作っちゃったので、もう埋まってるんですね、はっきり言って。あのライブラリーでこうモンスター、魔獣系か、これ新潮レティス作っちゃってるんですね、自分で。これ持ってるってことは、例えばこれを今、まあ別に別れるんだったら別れるでいいんですけど、これをね、別れる、まあ別れるでもいいですよね。だとしても、このインターネットの通信、ここに行けば、あのインターネット広場に行きますね。一回入ってるモンスターって普通に入っちゃうんですよね、このゲームって。なんで見た方が説明しやすいのでね、まあここの場所なんですけど、通信コインね、モンスターと交換する。ハテナ系ってやるとね、こうキングスペディオ出ちゃってるんですね。キングスペディオ出ちゃってるし、魔獣系も新潮レティス出てるので、まあ、これは消すことできないので、どうしてもね、こうゲーム自体データ消すしかなくなっちゃうので、実況できなくなっちゃうんで、そしたらね。なので、まあ、封印するんであれば、今後、まあね、別にレベル上げてないので、メンバーリスト、ね。で、この下の、どこだっけな。これか、新潮レティスか。これを、別にね、こう、分かれる。ライドしてるので、分かれることできません。この新潮レティス、あ、ちょっとまた元気のペンだと思ってる、これはまずいな。でこの新潮レティス、これが配合でね、もうキングスペディを使っちゃってるので、キングスペディを自分いないので、もうレティス、新潮レティスだけですね、持ってるのが。でこの新潮レティスを分かれると、 OK、 分かれたモンスターとは二度と会えなくなります。本当に分かれてもよろしいですか。はい、レティスはシャミストに書いてた、ごめん、まあ、こうなりますよね。でまあ自分いないので、配信モンスター、こう、京ミミズとかはもう公式で発表されているので、でこう、完全にね、まあ、
動画をね、なんか止めても何してもいないので、まあね、公式発表されるまで新潮レティースは使わないかなと。まあ使う予定はなかったんですけど、図鑑埋めようと思ったので、まあ発表されたらね、またあの続き、新潮レティースからの配合で、ジョーカーと新潮レティースでラーミアですね。まあ今はその動画を作ろうかなと思ってる矢先だったの話だったんでね、これは普通のレティースでいるので、うん、まあ一番上まで見てもいないのでね、まあ、こういう感じにしたいかなと思います。なのでこの動画が常に一番トップに貼っておきますので、それで公式発表されたらまた以前出してた動画復活しようかなと思います。まあその復活する際にはまた動画出して復活しようと思いますって感じで出すと思いますので、まあその報告ですね。真偽が明らかになるまで、そのパートいくつでしたっけ、その2つ前か75と6かなはちょっとね見れなくなってますので、まあ、そこはご了承ください。なのでね、やっぱりそういうもし改造なんだったら、そういうのがねやっぱ出回ると、やっぱりこうね、もうチートとか使ってない、ね、純粋に楽しんでる方すごい迷惑ですので、やっぱやめてほしいですよね。こうね、コツコツとずっとやってきて、やっと自分なんかここまでね、図鑑ライブラリー集めたので、今 98.5 になってるんですけど、 90? え、これいつだっけな、 98.2 か3ぐらいだったんですね。でドラゴン系と魔獣系も99ですけども、 100% だったら称号もらえちゃうので、だその称号も本来ならもらえない称号だと思うので、ここで止めておきます。公式発表されたら、まあ、100% なっても大丈夫ですよっていう状況になったらやろうと思います。なのでね、このデータはこう動かないのにどうしようもないので、なのでこの動画が証拠なので、うん、まあこんな感じでね、いきたいかなと思います。なのでね、まあ報告動画なんですけど、ご視聴いただきありがとうございます。なのでね、まあそうですよね。まあ以前もね、なんかまた違う、もっと違う。まあ違うゲームなんですけど、まあどこかの人間が、パスワードを解明したと。で、解明して、その収集つかなくなって、そのメーカーがなんだっけな、ずっと前なんですけど10年ぐらい前ですけどね、なんかもうどうしようもなくなって、もう解禁しちゃったっていう事件があったのを1個知ってるんで、まあ、そのゲームセンター関係のねちょっと仕事してたことがあるので、まあそういうことも知ってるので、まあね、そうですね、せっかく楽しみにしてる人もいるので、やっぱりそういうのはあんま良くないかなって思います。まあね、今こうなってしまったらどうしようもないんでね、まあ今更どうしようもないですよね、本当にね。なので、まあできることといえば、その配信モンスターね、あんま持ってなくて、ここでもう交換しなければいいだけの話なので、まあそう使わない感じの、まあ対戦でもやっていけばいいかなと思います。で、なので今後通信対戦で、その、もしキングスペリを持ってる方いて、もし公式だったとしても、ちょっとまだわからないので、まあ対戦ちょっと控えようかなと思います。で、スクエニの資格から来たら、キングスペリが来たらね、まあそれはそのままで置いときたいと思います。よくわからないのでね。まあ正直よくわかりません。まあ今日公式だったのかもわかりませんしね。なのでね、まあこういう動画を作らせていただきました。なのでご視聴いただきありがとうございます。